もう大丈夫だから、安心して寝ていていいの。お前、うん、ふんふんふん、ラララララ、今のは、ここはどこだ。私は何を、なぜ、私はこんなところに。なんだ、体が砕け。まだ動いちゃダメです。ひどい怪我をしてるんです。だからまだ動いちゃダメです。この子は、あの気分の方はどうですか。ここはお前は、私エルルって言います。エルル、それでここは私のお家で、覚えてますか。あなたは森で倒れてたんです。見つけた時はひどい怪我してて。倒れ。でも気がついてよかった。もう3日間も目を覚まさなくて、本当に危なかったんですよ。あ、今はもう大丈夫です。峠を越したっておばあちゃん言ってたから。私が。それじゃあ、包帯と薬を取り替えますね。傷口を払いますから、ちょっと染みますね。あとは薬を、これとこれを。と、これでよしっと。はい、終わりました。何があったのか知りませんけど、もう大丈夫ですから。はい、ありがとう。あ、いいえ、どういたしまして。あの、もしも、おやすみなさい。おやすみなさい。
確か怪我をして倒れていたと。それから、ああダメだ、意識がはっきりしない、頭が朦朧としているのが自分でもわかる。体が、なんだこの痛みは。だがなんとか動け。ここはどこだろう。見たことのないところだ。ああそれにしてもこのそよ風と日の光、なんと心地よい。風と日差しがこんなに心地よいとは。この子は確か、そう、エルルと言ったか。どうして、まだ動いちゃダメです。意識が戻ったばかりで傷口だって塞がってないのに。さ、すぐ戻りましょう。もう平気だ。ダメですよ、本当に大怪我なんですから。迷惑になる。そう思っているのでしたら、せめてあと数日だけでも安静にしててください。そうやって動かれる方が心配です。心配？さあ中に戻りましょう。あ、すまない。あ、いえ、その私の方こそ大声出したりして、つい、戻りますから肩につかまってください。それじゃあ薬を取り替えますね。ありがとう。え？ありがとう。いえ、そんな、当たり前のことをしただけですから。それに、手当てしたのはおばあちゃんで、私はおばあちゃんのお手伝いしただけで、だから。いや、本当に、感謝している。ありがとう。そんな、そうだ。ところで、そういえば、まだお名前を聞いてませんでした。お名前は何て言うんですか？名前？はい。私は。はい。私は、誰だ？え？わからない。私は。それって。なぜ、ここに、怪我？どうして、私は、一体。おや、気がついたようだね。傷の具合は、もういいのかい？おばあちゃん、大変！そうかい、記憶がね。もしかして、痛み止めの血槽が。あれは多少意識が朦朧とするが、物忘れをするなんてことは考えられないね。おばあちゃん、どうにかならないの？おばあちゃんのお薬なら。残念だけど、失った記憶を取り戻す薬なんてないんだよ。
自然に思い出すまで待つしかないのさ。私は、一体。まあ、悲観的にならんでも、そのうちひょっこり思い出すであろうて、何にせよ何も覚えてないのなら、することも行くとこもないじゃろう。今はゆっくり休んで、体を治すことに専念するがいいさね。さ、もう少し休むとえ。話はそれからでもええじゃろ。どうせ夜にはせせそうが切れて嫌でも目覚めるでの。もう、おばあちゃんから。それじゃ、ゆっくり休んでてください。夜にまた来ますから、その時に何か消化の良いものを用意しますね。おやすみなさい。私は。いやでも目が覚めるとは、こういう意味か。ここは、そうだった。あの子たちに助けられて、それで、だいぶ、頭の中が、はっきりしてきたようだ。体は、そう簡単に治ってくれないらしい。下手に動いたりしなければ痛みはないようだが、これでは。誰かな。体を拭いてくれているあの子。そう、エルルーと言ったか。妹か何かだろうか。そう考えれば、耳といい尻尾といい、どことなく感じが似ている。耳、尻尾。まさかな。飾りか何かだろう。なかなか可愛い感じではある。あの子、エルルーもこんな飾りをしているんだろう。にしてはよくできている。色艶といい、毛並みといい、まるで本物のようだ。気のせいか、耳飾りが動いたような。まさかな。耳飾りが動くなど。付け尻尾が動いた。まさか本物。具合はどうで？はあ、どうしたんです？しっかりしてください！しっかり！ふぅ、これでいいです。ああ、すまない。一体何があったんですか？いや、なんでもないんだ。なんでも。そうですか？まさか。尻尾を掴んで思い切り引っかかれたなんて言えないしな。でもよかった。言葉もはっきりしてるし、血色もずっと良くなって。あ、それで名前とか何か思い出しました？名前。あ、そうだ。これ。この香り。モロロガユを作ってきたんです。何も食べてないから。お腹が空いてるんじゃないかと思って。そう言われれば。はい、どうぞ。ん？ですから、どうぞ。あーんしてください。どうぞって。
自分で食べられるが。ダメですよ。絶対安静なんですから。ですから、どうぞ。そんな大げさな。あーん。いや、だから。あーん。ん？うん。あーん。あーん。ん？なんだろうな、これは。かすかな甘みと、なんと言っていいか、芋のような感じだが、少し違う。不思議な味だが、結構美味しい。美味しいですか？うん。ああ、なかなかうまいよ。よかった。それじゃあ。どうぞ。食べさせてくれるのはありがたいが、あーんはやめてほしい。ん？耳と尻尾。そうだ。あの耳と尻尾。まさか本当に。どうしました？いや、いかん。またいきなり掴むところだった。やはりいきなり掴むのはまずかったな。ここは。エルル、少しいいかい？はい、何ですか？この手触りと質感は。はにゃ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 ー！動く。激しく動いている。そしてこのコリコリしたのは、尾骨か。はにゃにゃー！間違いない。この毛並みといい、艶といい、質感といい、動きといい、本物。一度ならず二度までも。大変、早く拭かないと。でも女の子の尻尾いきなり触ったりするからいけないんですよ。あっち。いや、だから、少しいいかと断ったんだが。そんなこと、断ったってダメですよ。すまない。もういいです。怒ってるわけじゃないですから。しかしその尻尾はやはり本物なのか。はい？本物って尻尾に偽物なんかあるんですか？いや、そういうことでは。まるで尻尾があるのが当たり前のような言い方だな。いや、待て。もしかしたら自分の認識が間違っているだけで、それが当たり前なのか。はい。あとお顔も拭きますから仮面も取ってください。仮面？はい、ですからその仮面を。自分は仮面など。これは、これ。手当てするときに外そうとしたんですけど、ぴったりくっついて、どうしても取れなくて。なんだ、これは。顔に。なぜ自分がこんなものを。剥がれない。この。うわっ！頭が、割れ。どうしたんですか？いや、大丈夫だ。なんだ今の頭痛は。これを無理に剥がそうとしたからか。もう一度。今度はもう少し優しく。もっと強く。
ダメだ。無理に外そうとすると、頭の中をかき回されるような痛みが。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。もしかしてそれ、外せないんですか？そのようだ。無理に外そうとしない方がいいらしい。じゃあ、